はいどうも、バイス TV です。先日スマホの電源が切れた時、バッテリーが切れた時にどうやってロック解除するのかっていう動画を上げたと思うんですけども、まあ、その時はね、このパスコードロックっていうのがあって、3桁の数字を入れて、ロックを解除することができますよと、アンロックコードっていうのをね、動画上げたと思うんですけども、ふとね、個人的に気になったことがありまして、何度も間違えても何回でもチャレンジできるのか、これやってみたいと思います。一般的には例えばスマホのパスコードなんかでもそうなんですけど、何度か間違えるともうダメですよってなったりするじゃないですか。あと例えばパスワードを必要とするサイトのログインとか、何度か間違えるともう次の日までいじれませんとかね、そういうのがあるので、果たしてバンムーフはね、何度でもチャレンジできるのかっていうのをやってみたいと思います。で、今ちなみに、スマホ、まあ、今これで撮ってるんですけど、スマホとこの自転車は Bluetooth でつながっていません。 Bluetooth はカットしてます。で、自転車ロックされている状態なので、パスコードで何度かねやってみたいと思います。で、パスコードはちなみに123にしてみました。なので、111とかね、123じゃないやつで何度か試してみたいと思います。で、やり方はこのボタン2秒くらい押してから、パスコードをこのボタンで入れていくというやり方です。ちなみにこうやってすぐ入れないとこうやってバッテンがついたりするんですよ。はい、じゃあやってみましょう。はい、1 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 1
あれ、あ、あ、できた。1、2、3、1、1。なんかさっき一瞬できなかったですね。なんだろう、もう一回やってみよう。1、2、3、4、1、1。ダメ。1、1、1、2、3。あ、またできない。あ、できない。あ、できた。なんですかね。できないかと思ったらすぐできる。何回でもできるのかな。どうやら何回でもチャレンジできるっぽいですね。でもたまにこうやって押してもね、できない時あるんですけど、多分もう一回やったらできますよ。もうできない。これが何回目なのかもちょっと忘れちゃった。もうできない。あ、できた。できないで、あ、何回でもチャレンジできるっぽいですね。じゃあここで正解入れてみましょうか。1、1、2、1、2、3。あー、できますね。あ、ちなみに今5秒以内に動かせなかったのでまたロックかかっちゃいましたけども、何回でも試せるっぽいですね。さすがに100回試す時間がもったいないんでやらないですけど、多分何回でもできるんだと思います。これ先日の動画でも言ったんですけど、このパスコードロックを使えなくするっていう機能がやっぱり欲しいですね。万が一盗まれた時にね、まあ2週間で探しに行くみたいなバイクハンターとかいるんですけど、殺
これ何度も何度もやればまあね、1000通りぐらいやれば解除、あ、1000通りじゃないな、3桁だから999通りやればね、いいわけじゃないですか。まあ、そう考えるとね、あ、違う、111からか、だからまあいいや、そうそうもうちょっと少ないと思うんですけど、だからね、時間かければ解除できるじゃんみたいな感じでね、うん、まああとね、やっぱり日本の駐輪場も結構無関心な人がね多いんじゃないかっていう説もあるので、もう完全にこの機能は僕はねなくていいなって思いますね、うん、はい、っていう動画でした。まあ皆さんね、本当盗まれないように、あのバイクハンターとかもいますけども、基本的にはね、ちゃんとロックもして盗まれないようにね気をつけましょう。以上 VICE TV でした。